アルカラデ・グアダイラは、スペインアンダルシア州セビリア県のムニシピオ。県とセビリアから約15キロメートル離れており、グアダイラ川沿いの都市の一部は、人口統計に反映されない、不動人口を持つベッドタウンである。アラブ支配時代の要塞屋とグアダイ,イラ菓子にある、古い製粉書道機時代から、川の近くに定住地があった。現在は無人である、ガンデル地区には、ドルメンがあった。 この時代以降、人口が減少し、防御壁で囲まれた中に人が暮らすようになった。人々は農業や畜産で暮らしを立てていた。紀元前2世紀頃、ギリシャ植民地ヒスパリスに近接した、この地は、ローマ文化が急速に浸透し、ラテン語、通貨、ローマ法がもたらされた。西高等国時代に数カ所の墓が作られたが、彼らが、 イベリア半島南部の定住に失敗したため記録が十分でなく、詳細は不明である。グアダレーテガシの戦いで、西号島をロデリックがイスラム軍に大敗した後、王国は崩壊した。急速にアラブ人支配が及んだ。この時代、セビリアは短期間だが、イスラムの州都であった。アルカラでグアダイラの名は、アラビア語の残るアットヤバーから派生している。 グアダイラとはアラビア語で怒りの川を意味するワジエラから来ている。アルカラでグアダイラ地域でのかつての主産業はパンの製造であった。小麦や穀物が生産される農業地帯だったためである。アラブ人支配時代からグアダイラ川沿いには製粉所が立ち並び小麦を引いていた。そして近くの森林から調達される材木を燃料にして釜でパンが焼かれた。 このパンは家畜によって、セビリアへ運搬され、売り子が街頭で売りさばいた。セビリアアルカラでグアダイラ間の鉄道が開通した、時はパン運搬用家畜の貨車が設けられていた。パン製造は重要な産業で、良い品質のアルカラのパンを称して、アルカラデロスパナデエロスと呼ばれていた。しかし、近年は大量販売できる地元のパン店との競合。 そして特に冷凍パンの登場で伝統的なパン窯が閉じられてしまった。現在のアルカラデグワダイラは2500社がひしめく高度に工業化された都市である。アルカラ住民のみならず、近郊都市、ドスエルマーナス、セビリア、アルコールからも労働者が雇用されている。ありがとうございます。